こんにちは、本気塾代表石原です。ですね、今日は正直難しいです。相続放棄と登記ってやつなんですけど、前回ちらっと、共有登記ってやりましたよね。旦那と奥さんの部分が2分の1ずつ持ち分があった時に、旦那がクソみたいなやつで全部自分のものだって嘘の登記をした時に、嘘の登記をして誰かに言っちゃったんです。その時に、奥さん、被害者の奥さんは、ね、私の分、それ私の分よっていうふうにその飼い主に言えるかどうか、つまりもともと旦那の分はいくら旦那クソだから道徳的にクソだとしても、それは当然他人に売ることができる。しかしもともと奥さんの分は旦那売ることができるんだろうかというと、結論的にはもともと奥さんの分は、旦那無権利なんだから、無権利はいくら移っても相手もただの無権利、要するに個人権は占領者と変わらないから、だから奥さんは登記なくて言えるというのがありましたね。その要素を使いつつ、さらに応用に入っていくということで、えぐいっちゃえぐい話です。ちょっと状況を確認しましょう。相続放棄と登記ということで、お相手さんが死にました。土地がありました。土地について、息子と、娘、つまりお兄ちゃん、妹、まあ、弟、姉ちゃんでもいいですけど、一応お兄ちゃん、妹にしましょう。が相続放棄ということで、2人の共有状態になっている。前回は相続に関係なく夫婦が共有したけど、今回は相続の結果夫婦が共有になっている、あ、夫婦じゃない、ごめんなさい、兄弟が共有になっているという状況です。それに対してさらに状況を設定します。パターン1とパターン2、2個しかありません。最近の動画を見てくれてる人は、何とか前の第三者と何とか後の第三者ってやりましたね。時効とかね、取り消しとか、そうです。パターンの分類としてはそうなんです。ただ今日は結論は難しくなります。パターンの分類は、1つ目は相続放棄ということの前の第三者となります。第三者は A であります。どういうことかというと、親父から相続して2分の1ずつ持っている兄弟がいました。1、男はクソでした。両方とも自分の名義だというふうに嘘の登記をしまして、第三者 A に売っちまいました。A はなんか顔立ち悪そうに見えますけど、これはそこからそういう話ではありません。はい。A は普通の肩着の人です。その後に、この息子が相続放棄をしました。は？っていう感じですよね。自分が継ぐ気がなかったにもかかわらず、その前に、人に自分のものとして売っちゃったの。ね。この相続放棄っていうのは当然、自分の持ち分についてってことですよ。だってもともと2分の1ずつしか持ってないわけだから。本当こいつはもともと2分の1ずつしかないんだけど、全体自分のものであるかのように売った。その後に自分の持ち分についてやっぱいらねえというふうな相続放棄をした。いいですか、こういう状況です。この時点でおかしいよね。放棄するってことはいらなかったはずなのに、こいつそれを売っちゃってんのっていうのが変な状態が起きてます。でこの場合に論点とすれば、娘さんの被害者の娘さんは A に対して登記なくして土地は私のものと言えるかどうかって話です。で、この時なんだけど、この時の話はまたねじ曲がってねじっちゃうんですけど、この時なんですけど、普通でしたら、こうでね、もともとのこいつの持ち分は関係ない。前週の復習からいくと、もともとお兄ちゃんの分は娘関係ないから向こうに行くんだろう。で、自分の分について言えるかっていうのは前週の話でしたよね。ところが今日は両方なんです。両方娘が言えるか話です。なぜかというと、放棄が起きるから。わかります。丸一の段階では、丸一まで言ってみれば先週の話なんで、先週とか前回の話なんで、ね、自分の分をついて A に勝てるか。まあ、結論勝てるでしたね。前回やったのね。お兄ちゃんの分は、お兄ちゃんクソだって道徳的にどうだろうよ、売れるの当たり前だから、これは向こう行っちゃう。こっちの分について言えるか。でも、今回放棄が入ってますから、放棄というのはいらないという結果、結果娘のものになったという面が、丸二の結果ありますね。だから娘さんは、元々の自分の分について A に勝てるかって話と、お兄ちゃんが放棄した結果得た分について A に勝てるかって、この両方について分析しなきゃいけないということになります。これが相続放棄前に第三者 A の相続放棄丸2の放棄の前に A が入ってきたという状況です。いいですか。次、もう一個の問題になります。今度は、親父が死んで2人が相続します。2分の1ずつです。まず1番、最初にこの男の方が相続放棄しました。要するに俺の2分の1はいらねえよ、妹さんというふうに言いました。はい。その結果妹のところに全部当然土地が来ています。しかしながらあまりとんでもない暴走します。こいつはね、相続放棄にもかかわらず全体について言いに言いました。もうかなりいかれてますよね。元々のお姉ちゃんの分を売ることも相当いかれてますしね。まあ、これは前週と同じです。
一度自分で先に放棄しておいて、いらないと言っておきながらそれを売るって、もうこれかなりいかれてますよね。かなりいかれてるやつですけど、A に売りました。この時お姉ちゃんは、ね、元々の自分について登記なくて A に勝てるかというのと、相続放棄と結果、兄から来た部分について登記なくて勝てるか。っていうふうなことを両方やらなければいけません。いいですね。結局、1も2も時期が違うだけで、やりたいことは、女の、被害者の女の子が元々の自分の分について登記なくて A に勝てるかというのと、クソワニがなんか放棄した部分について、登記なくして勝てるかと。やってることは実は1も2も同じ。ただ A の時期が違うし、今回の A は相続放棄後の第三者 A ですから、放棄の後 A が入ってきた。さっきは、売った後に放棄した場合、その時系列が違うだけです。いいですか？はい。はい、状況整理終わりました。したときに、ちょっとですね、相続放棄ということのシステムについて分かんないと、後の説明分かんなくなるので、気をつけてください。これ次回に、遺産分割というちょっと似たことと、やるんですけど、今回は放棄の方を理解してほしいです。相続放棄、相続いらないよっていうことはですね、まあこれは実務とかやってると分かるんですけど、一般人はかなり誤解してまして、一般人は、例えばファミレスとかで親族が、誰かしらと親族が集まって、俺いらねえよと言ったことを相続放棄だと一般人はかなり思ってますが、それは全然違うんです。相続放棄というのは、家庭裁判所に私いらないですって申し出しなきゃいけない。かなりオフィシャルな法的なものなんです。いいですね。それは一つ。ちなみに相続放棄はちなみに永遠できるわけじゃありません。基本的には相続が始まった後、3ヶ月というのが原則です。まあ、例外の裁判例とかあるんですけど、基本的には3ヶ月です。つまり、亡くなった人が死んで、あ、自分相続にならなくて分かったら3ヶ月ということになります。はい。相続放棄の条文については、訴求法が明記されています、民法で。要するに相続放棄によって遡って、こうなるよっていうことが訴求法として書いてあります。ちなみによく訴求法にある条文で、まあ、今回ずっとシリーズで、この疑似的代行問題ってやってますけど、よく訴求法があるときに、一方で、第三者を害して、ただし第三者を害してはいけないって条文結構ありましたよね。今回の放棄についてはありません。訴求法はあるよ、遡るよ。ね、遡った結果、ね、それまでに入った人を害していけない、そういう条文もないです。つまりあれだね、なんか、徹底的に訴求して良さそうな気がしますね。なんかこの辺のことがいろいろ、後になって分かりやすくなるので、ちょっと押さえ てください。行きましょう。では予想を立てましょう。はい、結論の予想ということで、ね、どんな結果になるかなというと、まず放棄前に第三者というのは、要は、女の子と男の子がいたときに、放棄前に第三者ですから、まず最初、A が息子との間で全体について購入した。その後に、息子が放棄をしたという状況です。そうしますと、ね、予想ですよ。予想すれば、今までやった論点で言えば、取り消し前に第三者とか、解除前に第三者っていうのはどういうふうになったかと言いますと、こう考えますよね。まず、元々の持ち分、女の子の元々の持ち分と、丸2で息子が、お兄ちゃんが放棄した結果、自分の分に来た部分を分けます。元々の持ち分については前回動画です。ね、元々の持ち分については一度たりとも野郎のものになったことないんだから、ね、この野郎が女の子の分を売れるわけがない。ということで、A に行くのは、男が A に売っても A に行くのは無権利です。ですから、女の子は登記なくて言えるんだと。これはまあ、前回の動画通りですよね。前回やった夫婦間で、夫の方の野郎が、全体を売っちゃったという状況と同じです。はい、問題は、相続放棄の結果、お兄ちゃんから、女の子に来た部分。この部分については、今までの中で、今までのこのシリーズの流れからいきますと、ね、こうなりますよね。訴求法がある。1番で A は原得したかもしれないけど、丸で遡って相続放棄、訴求法があるんだから、基本的には、遡って息子はもともと持ってなかったことだ。相続放棄をして、結果として、最初から持ってなかったことだ。そうすると、他人 A は無権利だ。でしかし、これでは、立ちの悪いタイムマシンで殴られたと変わらない。要するに、A から見ると、1の時点では、まだ息子のもんだったから安心して買ったのに、丸2で後から相続放棄を追っかけてきて、丸1の結果を消すというのはちょっとかわいそうだ。ということは、例えば、第三者 A というのは、善意とか善意昔とか、あるいは、ね、こういうのもやってね、会長とかの時にね、善意とか善意昔だって、登記をそれまでに、この丸2の時まで登記をして保護してもらう。要するに、何らかの理由で A は保護されてもいいんじゃないか。
それは税務過失かもしれないし、A が登記を保持したってことかもしれないし、要するに気の毒だなと思える状況があれば A を放棄して、A を保護してもいいんじゃないか、こんな予想が今までの論点から立てられましたね。今日も音難しいっすよね。これで予想が崩れちゃうんだよね、こんな予想が立てられます。でそして今度は放棄後の第三者については、放棄後の第三者っていうのはどういう場合に A かと言いますと、妹とお兄さんがいたときに、放棄後ですから最初にこの、兄は俺いらねえと言っています。つまり娘さんに全部土地が来たはずです。にもかかわらずかなり気狂ってますよね。男 A になぜか知らないけど放棄したくせに全体を売っちゃった。この時も娘さん元々の分と、兄から丸一の放棄の結果来た部分について考えすぎません。元々の持ち分については、予想としては元々の持ち分については前週と同じですよね。元々の持ち分については一度たりとも男にいたことない。にもかかわらず男がいくら A に言ってもそれは無駄骨だということで、無駄なものから無駄しかいかない、女の子は A に登記なくして私のものだという、これは、予想を立つでしょう。一方で、放棄の相続放棄の結果得た分、つまり丸2で違うですね、丸1の放棄の結果、兄から妹に来た分、この部分についてはどうかというと、これ今までの論点からいくとこれって対抗関係じゃないと、要するに1番で放棄の結果兄から妹に来たぞと、一方で2番、一方で兄は A に売り続けてるぞ、これって取り消し後の第三者とか解除後の第三者と同じで、男を起点として二重譲渡が生まれてませんか、男を起点として女と A さんに二重譲渡が生まれてませんか、ということはどっちが先に登記をゲットしたかが勝負だねということで、訴求項は確かにあると、丸一の、放棄の結果、ね、訴求項で、最初から女の子のように見えるけど、見えるから、男の子から女の子へ行く物件変動がある、一方で男の子は男の子で、他人に A に、物件変動を進めてるから対抗関係じゃないかと、登記をしないと娘勝てないんじゃないかと、娘と A が登記合戦をするんじゃないかというふうな予想を立てることができます。はい、このように放棄後の A、ごめんなさい、放棄前の A と放棄後の A について予想を立てたんですが、今日難しいと言いましたよね。はい、何か難しいことがあるんです、言ってみましょう。はい、まずですね、簡単なのからいきます。放棄前の A と放棄後の A についてこうやりましたね。もともとの女の持ち分については前週同語と同じだから登記なくて勝てるよね。だって登記不要だね。だって一度たりとも男のものになったことないんだ、ね、こういう育てて立ってましたね。一方で、放棄前の、話についてはね、もともとの男の持ち分については、ね、確かに、ね、放棄の結果、ね、放棄前の A ということは先に A が入ってその後の放棄の結果娘に戻るけど、かわいそうだから何らか保護があるからという予想を立てましたね。一方で放棄後の A に関しては、兄から妹に来るのと兄が A に売り続けたのの、二重譲渡っぽいから対抗関係じゃないかなという予想を立てましたね。はい、今やる簡単な方です、こっちです。もともとの女の子の分についての結論を申し上げます。正解です。はい、実はこれは簡単です、前週通りです。はい、これは予想通り他人 A はいくらやっても権利をゲットすることができない、なぜならば一度たりとも男に絡んでない年ですね。最初からこれは親父が死んだ時に女の子の2分の1ですね。ということは男は売ろうと思っても売りようがないですね。だから野郎が A に売れることはできないから、そうすると野郎が好かない以上 A も A です、 A もですか、だから女の子はおい好か野郎と、要するに小じき野郎を返せということで登記なくて言うことができる。これについては結論簡単です、こっちも登記前だろ放棄後だろ、これは前週の動画通りです。 OK、 難しいのはここからよ、ここよ。普段だったらこうだよね、取り消し前とか解除前のについてはね、訴求項があるから保護されないけど何か例外的に保護する、取り消し後や解除後については対抗関係、時効とかもそうでしたね。はい、どうなんでしょう、いきましょう。はい、放棄の結果得たものよって今言った難しい部分についてですが、いいですか。実はこの論点に関しては
分けることもなく、要するに放棄前の A だろう放棄後の A だろうが娘の勝ち。娘は登記なくて A に言える。訴求効がある以上はしょうがない、 A は死ね、というのが答えなんですね。つまり今までだったらね、今まで予想だったら放棄前だってね、まあ確かに助かんないね。放棄前ってことは最初 A が権利をゲットした、その後に放棄されたね、 A はね、放棄の結果遡って無権利になりそうだけど、かわいそうだから例外法ね、放棄後の A については対抗関係だから登記されれば A も勝てるってなったのが全然違う。登記なくて A がいつも勝てる。はい、さあそれを分析します。まず放棄前に入った A なんですけど、こんな事態はありえないよ、こんな事態はありえないから、こんな論点は実は出ないよっていうのが結論です。わかります？こういう論点があることを前提で説明してきましたが、どんでん返しでこういう論点は起きないです。これをまず説明します。一方で放棄後の A、 放棄後の A ってことは、兄が放棄をしてにもかかわらず兄がその後に A に言ったとわけのわかんない状態ですけど、はい、この場合どう考えるかと言いますと、相続放棄を訴求効をすごい徹底的に考えます。訴求効はもうものすごい力だと、ね、ですから完全に最初の放棄の結果もう娘のものになった、もう兄が持ってた痕跡は一個もない、だから兄は A に譲ることができない。今まではね、放棄の結果兄から娘に行く部分と兄が A に行く部分って両方考えたら考えない。相続放棄だけはものすごい強いから、完全に兄から A に戻りきっちゃった、兄から A じゃない、兄から妹に戻りきっちゃった。だから、この2番目の、兄がうろつるアクションは無意味だ、だから無権利だから、前週の動向と結論は変わらないよっていうふうに考えます。もうちょっとこれ詳しく見ましょう。まず最初、今までの動画のことを確認します。今日の話じゃないですよ。今日はこれは当てはまらなかったんです。今までの話というのは、ある公式がありました。主に裁判例、判例の仕組みだったんですけれども、疑似的対抗問題になるか、つまり、ね、二重譲渡みたいに考えるかというと、判例、裁判例や、大体の学説は、二つに分けると。法的変動前の第三者と法的変動後の第三者とは違う。取り消し前の A、取り消し後に入ってきた A に対しては違う、ね。取り消し前に対しては、登記の問題では基本ない。対抗関係じゃないため。要するに、誰かが A と売買して、その後に取り消した場合は、取り消しの結果、本当は、この丸ですら無権利。だから A も当然無権利。だけど、かわいそうだから例外的に起こす。それが善意無過失だったり、ね、保護要件としての登記みたいなのやりましたね。会社の場合ね。そうなりました。一方で取り消し後とか解除後の A が入ってきた場合は、これは取り消しや解除によって戻る力と進む力で二重譲渡だから対抗関係だと、こんな風に分けてきました。で、この公式は非常に有用でした。取り消し、解除、時効をたくさん使える場面になりました。だから決してこの公式を忘れおろそかにしてはいけないんですが、でもこの論点についてはこの公式を使えない。要するに冒頭言ったように難しい、あるいはその後言ったように、どんでん返しが言ったように、この公式が相続放棄の場合だけは使えない。はい。なんで使えないか。なんであんな結論が違っちゃうのか。それをもうちょっと言いましょう。この公式は大事なんだけど、おろそかにしちゃいけないんだけど、この公式はずなんだけど、使えない。なんで使えないんでしょうか。はい。相続放棄前に第三者って、ないんだよ。ね、せっかく設定したけど、ないんだよというどんでん返しを行いましたが、どういうことかと言いますと、相続放棄前に対してもう一回確認しましょう、ね、クソみたいな兄が全部自分土地だとして A に売りました。その後に兄が放棄しました。なんでこの論点が起きないかというとですね、この放棄が不可能になるからなんです。そういう場面が起きなくなるんです。どういうことかと言いますと、相続放棄っていうのは私は相続しないよって意味なんですね。逆に言うと、一度相続をしてしまうと、あるいは相続を認めるかのような行動をすると、もはや放棄ってことはできなくなるんですね。よく見てください。兄は A に売りました。兄は A に売ったということは自分の土地として売ったんですよね。ということは自分はそう親父から相続したんだけど売りようとしたわけですよね。相続したからこそ売れるんですよね。だって親父が死ぬまでは親父の土地なんだから、親父の土地のままだったら自分のものなんだから、自分のものとして売ったわけですね。ということはもう相続をするという態度ですよね。息子は他人 A との間で相続財産の売買をしたということは相続を認めたという行動ですから、この時点で
相続放棄をする権利を失います。ですからその後に相続放棄するということが起きないです。ですから相続放棄の場合は放棄前の第三者、放棄後の第三者と分けようとしたとしても放棄前の第三者 A という事態は起きないです。もう A が生まれた時点でその後放棄はしませんから、放棄前の第三者という論点は出ないです。だからこそ例の公式のね、放棄前とか、取り消し前とか解除前はこうだよねっていう公式が一切つかない。こういう設定が起きないです。これ覚えてください。ね、放棄前という事態は起きないです。だから、いつもの公式使うも何もなく、こんな事態はないんだと。だから、A の登場を考えるのは、放棄後の A だけ考えててもいいです。はい、行きましょう。放棄後のです。じゃあ、放棄後の第三者見ますけど、放棄後の第三者っていうのは、ある意味、設定できるんですね。要するに、放棄前に第三者っていないんですけど、放棄後の第三者っていうのは設定できる。どういうことかというと、兄が相続放棄をした。相続放棄どこにしたっけ？裁判所にした。だから自分のもんじゃない。にもかかわらず、兄は A に言ったというとんでもねえ話ですね。はい。この時、いつもの公式だったら、ね、どうなんですかね。取り消し後とか、解除後の第三者っていうのは、ね、被害者 A が取り消した結果、今持っている B から A に戻る力と、一方で B が C に転売したかった力、B から A と B から C のいわば二重上座になる。そうすると、その2つ、A が C、A と C の投機合戦になるというのがいつもの方式でしたね。で、これがですから、放棄後の場合にも当てはまるのかなと、ね、そういう投機合戦、対抗関係で考えるかといいますと、そういうふうに考えないです。結論的にはですね、理由付けとして下を知ってほしい。ちょっと上の理由はね、実はね、結構テキストの時で、本当はおかしな理由なんで、ちょっと下から説明しますね。相続放棄っていうのは、家庭裁判所にするわけなんですね。で、実はですね、家庭裁判所に対して問い合わせをすると、ね、家庭裁判所に対して、ね、俺、兄と、この兄と利害関係も、例えば A がね、兄から土地を買おうと思ってるんですけど、ね、兄、まさか放棄しないですよねとかっていうふうに問い合わせるとある程度教えてくれるんですね。相続放棄したかどうかっていうのは。そうするとですね、ね、A さんっていうのはね、兄と取引するにあたって、本当に、ね、相続放棄したらリスクありまくりですよね。放棄したってことは兄が放棄してたんだったら、そんなやつから買うの普通嫌じゃないですか。今は論点として置いてもらってますけど、A さんはね。だけど、どう考えても一般人から見てね、俺相続したよと言って、俺に売ろうとしてるやつが、実は放棄したら最悪じゃないですか。ですから心配でしたら、家庭裁判所に問い合わせることによって、ある程度情報が入るんです。そうすると、ね、これをせずに、実は放棄した兄と取引した A って結構バカなんですよ。結構やっちゃいけないことをしてるんです。はい。そうすると、そういう A の保護っているのかっちゅう風な話があります。OK。これちなみに、一部予備校のテキストとか見ると、放棄って3ヶ月内にするんだよねと、たった3ヶ月しかしないんだよねと、ね、ということは、ね、その間に入ってくる関係者って大して多くないから、3ヶ月間の間に入ってくる関係者って少ないから、だから A を犠牲にしてもいいとかって書いてる答案、昔答案とかそういうのあるんですけど、それは間違いなんですよね。今問題してるのは放棄した後に入ってくる A ですから、放棄が3ヶ月間しないから関係ないね。放棄中に A が入ってきたんだったらこの話だよ。3ヶ月しか入ってこれないんだから、あんまりそういうこと場面起きないから書かなくていいというのはいいんだけど、今問題してるのは放棄終わった後のずっとの間に入ってくる A の話をしてますから、これは関係ないんだよ。この理由関係ないんだよ。でも理由付けとして関係あるのはこっちでして、家庭裁判所に聞けばいいのに、聞かないで入ってきた A はバカすぎるでしょ。それで兄が放棄しても知ったことじゃねえでしょということで、第三者 A の方っていらなくねえかっていう、この理由からよく言われるんですけど、そういうことを、そういう状況もありつつ、こんな風にも考えます。条文上もですね、普通訴求効がある条文っていうのは、ね、遡ってこうなる。ただし第三者を害してはいけないというふうに、第三者を保護する余地がある規定がよくあるんです。しかし、その保護規定はない。つまり、訴求効、かなり条文を徹底している。つまり、遡って、放棄した結果、ね、一切兄には残んないんだよ。すべて妹に行っちゃうよっていうことをかなり強調してるんじゃないか。だから放棄の効果を絶対すれば、ね、もうビューンってもう太い筋が行っちゃったり、もう妹に戻りきちゃうんだから、その後にこっちに行く動きなんか考えなくていいと。見えないよ。ね、なんでいつも二重上とかっていうと、戻る力と進む力を考えて、進む力ないよ。だって、
初級校をものすごい強い動きで兄から奪い取っちゃうから、兄は明日のジョーとか、俺の世代ももうちょっと知らないですけど、明日のジョーってよくなんか死んだ時に肺になったって言うじゃないですか。そのまさに肺になっちゃったから、肺は移せないよ、だから二重ジョーとは起きないよというふうに考えて、完全に、権利者、妹、完全に無権利、完全に無権利と考えて、この場合、妹を勝たせるというのが、この場合の論点です。ですからまとめますと、放棄後の第三、放棄前の第三者という論点はない。ですから放棄後の第三者と言ってもいいし、ただ第三者と言うのもいいんだよ、論点ないからね、放棄前はね。とにかく放棄と第三者の関係、あるいは相続放棄と放棄後の第三者の関係でいうと、普通の公式で言えば二重条と似てるって考えますけど、今回の場合は訴求項が徹底しすぎて、戻る力、兄から妹行く力がでかすぎて進む力がない、だから二重条としたわけじゃない。ということは権利者は妹、肺から受け取った A は無権利、だからこれは登記なくして勝てるっていうふうに考えて、とにかく妹を勝たせるということですね。はい。で、実は民法改正がありまして、その改正との関係でちょっと言っておきますけど、民法改正の条文で、これ前回も言ったかな、大まかに言うとこの条文です。相続の時に自分の法定相続分を超えた部分について言いたい時は登記必要だよ、こういう条文が入りました。これについて、これと今の論点の結論を考えましょう。はい。まず妹さんは結論で言うと、自分の持ち分は言うまでもなく勝てるんでね、これは前週の動画と同じように一度たりとも兄に行ったことはないから当然登記なくて勝る。で、もともと兄の部分については今言ったように普段の公式と違ってさっぱりそれも登記なくて勝てるんですよね。はい。そうするとまずもともと妹さんの持ち分については、妹さんがその二分ですってもともと私のもんよ、お兄ちゃん行ったことないわっていうのは、ね、自分の持ち分だけの話ですから、条文と直接はぶつからない、絡まないね。条文は自分の二分の一を超えてる部分について言うときの話ですから関係ないですよね、関係ないね。だから条文に影響を受けないと言ってもいいんだけど、こういう言い方もできるよね。本によく書いてあるから説明しますけど、この条文を裏読みすると法定相続分を超える部分は登記必要、裏読みすれば超えない部分については登記いらないよってことも確認してくれてるね。ということは妹さんは私のもっともっともっと持ってる2分の1については自分の法定相続分2分の1の範囲内なんだ、超えないんだから、やっぱりほら登記いらないでしょ、もともとの処理、もともとの処理からして登記いらないんだけど、条文も私に反しないよね、それぐらい言ってもいいよね。条文も私の味方と言ってもいいよね。条文は超えた部分登記入れてことは、超えない部分は登記いらないですよ、だからやっぱ私いらないわというふうな確認的に使えます。いいですか。でもう一個最後に、放棄の結果言ったの、つまりもともとの兄の二分の一、兄が放棄をした結果妹に来た、ね、この部分についてはどういうふうに条文との関係で考えるでしょう。条文に反して恐れないでしょう、こっちが気になります。だって条文は法定相続分を超える2分の1以上のことを言うときは登記いるって言っちゃってるんだよ。そうするとあれ、さっきの締め条文に矛盾しないって。だって妹は自分の2分の1じゃなくて兄の放棄の結果来た2分の1について言う場面ですからね。要するに丸々1つ部分自分の分に使用するわけですよ。ということはこれ自分の持ち分を超えた部分についてはこれは登記いるんじゃないの。さっき登記いらないって熊根国言ったけど矛盾しないって話になるわけです。そうするとここだからちょっと解釈してやらなきゃいけないんですけど、放棄の結果多分兄から来た部分については自分の2分の1を超えている部分として改正民法で言っている登記いるよっていう部分に当たりそうだね。そうするとやばいね、条文に違反したことですよ。でもこう考えです。徹底的に放棄、相続放棄というのは徹底的に訴求項がということは、ね、息子は相続放棄した結果最初からこの世にいなかったことだ、相続しなくなった、いなかったことだ。つまりこいつが持ってた二分の一は、妹に新たに来たと考える。相続放棄の結果。ね。確かに時系列見ればそうなんだよ。サスペンスのドラマじゃないけど、時系列見ればね、当初は兄の分だった。その後放棄して、その後に妹に来たんだけども、ただ法的にはそういう時系列で考えずに、訴求項を徹底してる結果、もう最初から最後まで妹、これも両方妹の分だったというふうに考えます。だから、自分の元々持ち、元々妹の法定相続分だみたいな考えます。だから、もうこう自分この兄の部分を言う部分も超えてるわけじゃないんだから同期になる、ね、妹はこういうわけです。条文できたら何私のことを脅かすのって、待って条文違うよって、私はね自分の法定相続を超えた部分言っていない、相続放棄のがあった結果法律上ね
法律上もう明らかに全部最初から私のものだったことになるの。私言ってみれば私の法定相続部はもともと一全部みたいなものよと。だって兄いないもん。わかる？相続人二人だから二分の一じゃないけど、法律死んだのと変わらんから、法律上。だから私しかいないんだから私の法定相続部も一分の一でしょと。だから自分の持ち分の範囲内でしか言ってないんだから、登記いらないよと。だから条文と矛盾してないのよと。そういうふうに説明することになります。わかります？この条文があるまでは面倒くさがなかったんですけど、条文がある結果ね、この条文に違反しないかどうかチェックしなきゃいけないので面倒くさいんですけども、まあそんなふうに考えます。要は、いいね、長くなったから一言で言って、要は難しいってことです、この話。他の論点と比べながらちょっと違いについて頑張ってやってください。